White dove. じゃ読んでいきますけれども今日はですね日本語が後に書いてあるので日本語から英語というふうに逆に読んでいくからねここから通りすがりのね123通りすがりの男の人 A man passing by 私の前にいる男の人 A man in front of me そのステージで踊っている女の子たち those girls dancing on the stage 踊っているゾウズがあるからあの女の子たちにしようか、えー、あれらのにしようかあんまり日本語では言わないんだけどねゾウズがあれらのだからねこれあのでもあのって訳してもいいんだよねその指定してる踊っているあの女のあの 女の子たち。でもいいんだけど、あれらのにすると、どうぞ使ってるんだなってわかるから、一応これの役にしておきましょう。じゃあ、もう一回ね。そのステージで踊っているあれらの女の子たち。Those girls dancing on the stage。緑茶を飲んでいる少年。The boy drinking green tea。私の隣に座っている女性。The woman sitting next to me。 その木の上の鳥を見てごらん。Look at the bird on the tree. それは私の友達の妹です。ちょっと待ってね。これもちょっとやめましょう。これそれは、もう取っちゃいましょう。それは、It is みたいな感じになるから。私の友達の妹です。Is my friend's sister? チョコレートを食べている少女。A girl eating a chocolate. この前に「あ」がついてる時とそれからこの「座」がついてる時とありますけど座がついてる時には、まあ、今までこの女の人のことをずっと話してたりずっと見てたりした場合ねだから「あ」がついてるのは、まあ、不特定な人なので、えーまあ、初めてこの女の子のことを言うかあるいはまああんまり、えー、その女の子っていう感じじゃなくて、まあ、一般的に女の子はみたいな。 そういういいな時にも使いますだからこっちの方がぼやけた感じね一人っていう感じはするけどこの「座」は、えー、まあ一人っていう意味はないんだけど特定な人っていう意味の方が強いっていう感じね。